そうです。今日は青だね。はい、じゃあグループワークを始めます。朝はパンとご飯、どっちがいいか。ご飯です。パンに比べてご飯は脂質が少なく、よく噛んで食べるため、口内環境や顎の成長、さらには腹持ちの良さといったメリットがあります。さすがやねすけ、素晴らしい件だ。他のみんなは、やねすけと同じです。やねすけと同じです。やねすけくんと。お前らな、やねすけに頼ってばかりじゃなくて自分の意見を持て。はーい。はい、じゃあ図工の授業を始めます。できました。さすがやねすけだ。他のみんなはリンゴ、クロメ、うんち、はあ、お前ら幼稚園児か。今日の授業は終わり。やねすけくんばっか褒められてずるいよ。ちょっといたずらしちゃう。賛成。ねえねえやねすけくん。なに。ちょっとクロメつけてよ。にゃう。ただいま。やねちゃん、どうしたのその顔。え、何が。それにこの血。それにこのうんち。え、もしかしてあの時。やねちゃん、あなたいじめられてるの。いや、いじめではないと思うけど。いじめられてる子はみんなそういう。なんかあったらお母さんに言うのよ。分かったよ。いった。何すんだよ。あ、ごめん。ごめんじゃねえだろ。怪我したらどうすんだよ。まあ保健室に行けばいいんじゃない。あの野郎。あれ、俺の椅子は。くだらないな。はい、じゃあ授業を始めます。はい、じゃあ今日はスイミーの美味しい食べ方をみんなで考えます。どんな食べ方をしたら相当美味しいか。しかし投げちゃおうぜ。買い物あるけれどな。やっぱり先生は刺身が好きだな。煮付けはな、まずはわさびを液体にしてだな。あ、仕事忘れた。できた。スイミーはなかなか取れない魚だから市場でも高く取り付けてるな。来た。捕まえた時の先生、やねすけ君に鉛筆で刺された。スイミーの話してたらお腹が減ってきたな。